今日のコメント、ハルカッツさんの動画アリポケと同じぐらい楽しみにしてます。これは嬉しい。今精神削りながら動画作ってるね。こういうコメントはもう、砂漠にオアシス、貧乏時代に100万円、童貞に彼女、ブラック企業に3日の休みぐらい嬉しいです。どうもハルカッツです。皆さんアニポケは見ていますか？新聞収集も週話に入り盛り上がっていますよね。てかスー君、9月になったら落ち着くから旅行絶対行こうね。うん、今頑張ろう。そこで今回はアニポケの新タイトルからわかるシロナ VS サトシ戦のヤバすぎる展開とプロジェクトミーの終了時期が判明した件について話していこうと思います。手は関係ないけど、明日もう一回ワンピースフィルムレッド友達と見ていくんですが、全く時間がありません。どういうことだったら最後まで聞いててください。アニポケの新タイトルからわかるシロナ VS サトシ戦の展開とプロジェクトミーの終幕の時期が判明した件について。現在のアニポケはサトシが上位8人に与えられる称号マスターズ8になり、そのマスターズ8メンバーで行われるトーナメント、マスターズトーナメントが絶賛大盛り上がり中です。1回戦が全て終わり、セミファイナルのサブタイトルも続々と判明しているんですが、先日追加でさらにサブタイトルが判明しました。それがこちら。だいぶ出ましたね。セミファイナル2幻惑についてまでは過去動画で触れていたんですが、なんとセミファイナルは4週続けてやることが判明しました。9月9日のセミファイナル3、武勇と聞くとルカリオの活躍が浮かんできますよね。あと気になるポイントとしては、ダンデ VS カルネ戦で2話、シロナ VS サトス戦で2話使うのか、それともタイトルのセミファイナル1圧勝を加味するとダンデ VS カルネ戦で1話、そしてまさかのシロナ VS サトス戦で3話使うのか。まあサトシは主人公ですし、フルバトルと考えると3話連続もありえますよね。やばい、バカ楽しみ。そして決勝戦はまた日をまたぐ形なんですね。その決勝戦の間の期間でおそらくプロジェクトミューの話が終幕します。タイトルを見る感じ、ゴーの挑戦、ミューの道、前編、そして後編と分かれている時点で2話で終わることが分かりますね。果たしてゴーはミューと出会うことができるのか、そしてあわよくはミューをゲットできるのか。皆さんはこのタイトルを見てどう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じで、アニポケの新タイトルが分かるシロナ VS サトシ戦の展開とプロジェクトミーの終幕時期が判明した件についてでした。ちょっとでもご了承したチャンネル登録、シシコウブさんよろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。